ブエナスタールです。フェニックス。どうも PJLL のパハロンです。はい、今日はですね、勝敗予想いってみましょう。 6.5 の両国大会ね、ベストオブザスーパージュニアの優勝決定戦以外にも様々なっていうかもう3試合だけなんですけど、予想するのね対決が控えていますので、この辺の勝敗予想やっていきたいと思います。まずはですね、スペシャルシングルマッチでございます。はい、棚橋博士対ジェイ・ホワイトということで、まあ、棚橋博士の復帰戦という形になるわけでございます。で、まあそこにまたジェイ・ホワイトね、絡んでくるということで、まあでもここがね、ここ読めないんですよね勝敗予想するって言いながらですね、ここ全く読めないし、まあ他の試合も読めない試合があるんですけどまあそこがありまして、これね、あの棚橋選手、まあ、復帰戦だけに、まあ、もちろん勝つのかなっていう思いも強いし、ただそのジェイ・ホワイトは、まあね、棚橋宏選手がドンタクで出てきた時に、あのジェイ・ホワイトもやってきてコメントしてましたけど、まあ、ベルトのね、挑戦の順番に並べみたいなこと言ってましたが、これね、読めないっすねでも棚橋選手が勝って、次どうすんのかなみたいなのもあるし、これジェイ・ホワイトが勝っても次どうすんのかな問題がね、あると思うんですよね。その絆、このドミニオンがあった後、まあ、絆ロードがあるわけですけど、絆ロードをやって G1 でしたよね、確か。うん、だったと思うんですけど、その絆ロードで IWGP 戦やるのかなっていうところもあるし、っていう感じはしてきますよね。なので、どうなんだろうな。まあでも、怪我して帰ってきたけど、まだまだ一戦級でいけますよっていうところを見せるためには、当然、棚橋選手が勝利なのかなというふうにも思うし、まあ、IWGP のリマッチかけてやりましょうね、みたいな感じだったら、ジェイ・ホワイトなのかなという感じもするし、ただまあ、そうなると、ジェイ・ホワイトと岡田さんとまたやるんですかみたいなことになると、また試合が繰り返されちゃうし、みたいなのもあるんで、ここはね、棚橋選手で行きましょうかね。棚橋選手勝利で行って、まあ、その、ね、今後の、その、どうするのかと。まあ、例えば、絆ロードで IWGP やりますよってなったら、その、東北の皆様にですね、日本人対決の IWGP 選手権試合っていうのは見せられる可能性が非常に高いと思いますので、しかも、岡田棚橋って言ったらね、なかなかいいカードですからね、これは。その辺がいいのかなっていう感じもせんでもないですね、うん、まあ、そのまま G1 行きますからね、その後ね。はい、そして続いてはですね、 US ヘビー級選手権試合、ジュース対、ジョン・モクスリー選手でございます。はい、まあこれね、愚痴動画ね、上げさせていただきまして、まあ結構ね、高評価いただいてるという状態ではございますが、まあ別にね、僕もモクスリー選手が嫌いとかそういうことじゃないですからね。はい、新日本に来てどんな試合をするかを見て判断したいっていう話ではありますので、あれなんですけど、まあこれね、まあ簡単に言うとですね、まあこんだけね、話題性を高めといてですね、集めといてですね、いきなりベルト戦に挑戦するビッグネームが海外からやってきました。まあまあほぼ間違いなくこれジョン・モクスリー選手なんじゃないかと、勝つのはですね、ああいう風にやっぱ思いますよね。まあ正直ね、これね、前から僕は言ってましたけど、ジュース選手が US ヘビー級王座でずっとね、いたわけなんですけど、やっぱね、ちょっとジュース選手の試合展開、の試合内容自体は、やっぱその、大技みたいな。で、その緩急とかね、そういった、心理的な駆け引きとか、そういった部分っていうのは、レスリングの中には、やっぱ出てきてないので、いまいち盛り上がりがなかったかなというふうに、個人的には思っていましたから、まあ、このモクスリーが取ってね、何をどう動いていくのかとか、その辺がね、
まあ面白くなるのかなと。まあでもこのタイミングでベルト戦やって6点級のドミニオン何もやんないのかなっていう感じもするんで、6点級のドミニオンもなんかやんじゃないかなっていう感じはするんですよね。うん、はい。だからモクスリーに挑戦する誰かがここでね、この 6.5 両国で現れてくるとかで、そういったこともあるのかなという感じがしております。まあこれはモクスリー選手で間違いないのかなというところです。まあどんな試合内容になるのかは実際見てからね、いろいろ決めたいな、判断したいなというふうには思っています。はい。そして、ベストオブザスーパージュニア26優勝決定戦でございます。高木慎吾対ウィル・オスプレイということでございますね。まあ、こちらもね、これも読めない、正直読めない。ただまあ一つ一本ビデオを出しましたけど、まあ高木慎吾選手をヘビー級に上げる一つの手段としては、その全勝優勝でいきます。でまあ例えばオスプレイにも勝ちます。でドミニオンでベルトも取っちゃいます。ってなったらもうジュニアに思い残すことがまあ何もないというね、形が取れるので、まあそのままもうヘビー級としてもう例えば G1 にもそのまま参戦しちゃうとか、あっていうのも正直ありなのかなというふうに思ってます。で例えばジュニアのベルトは返上してしまって、そのジュニアのベルトのチャンピオンになるべくトーナメント戦がねこう繰り広げられるとかっていうのもありなのかなというふうには思ってるんですよね。はい。まあそれもありかなというふうには思ってます。で、ねっていうのもあるし、でもその前の動画で言いましたけど、あのウィル・オスプレイのねマイク、もうあれを聞いちゃうとね、あのオスプレイに任せたいみたいなね気も全然しちゃうみたいなね。マイク対決で言うとね、やっぱねオスプレイの方が勝ちだったっすよね、気持ちの乗り具合から言って。うん、なのでね、もうマイクだけ見たらもう勢い的にはオスプレイなのかなという風な判断をしたいんですけど、これね難しいよね。いやー難しいだけど、まあどうだろうな。でもやっぱ話題性とか今まで見たことのない景色とかそういったところを考えると、やっぱ高木慎吾選手なのかなというふうには思いますね。高木慎吾選手なんじゃないかなという気もせんでもないです。はい。なのでね、ここはねでも難しいよな。いやーでも難しい難しいけど、まあそのやっぱちょっと違った景色も見たいなということで、やっぱ高木選手で行きたいというふうには思います。はい。でドラゴンリーと高木慎吾選手がやるということでございますね。いやーでもオスプレイにも勝ってほしいんだよな。難しい。でまあそのこのね、あの最昨日だったかな、今日が6月4日これ収録してるんですけど、昨日ですね高橋宏夢選手がビデオをですね上げてまして、ハッシュタグにね治るって書いてあったんですよ。はい。で 6.5 の両国のねタイムスケジュールがこう出てて、でだからそこでもしかすると高橋宏夢がまあその復帰表明に来るのか、単純にただただ現れてその優勝、例えば優勝決定戦があった後の優勝者におめでとうのコメントを言いに来るとか、まあわかんないですけど、まあそこもねこれに関してはちょっと楽しみな部分かなというふうに、はい、思っております。まあただ今回のこの試合3つですね、 6.5 両国の3つは、まあ、ベストオブザスーパージュニアの優勝決定戦は次もドミニオンに行くっていう流れが決まってるんで、まああれなんですけど、まあ、スペシャルシングルマッチと US ヘビー級選手権試合に関してはこの後の展開が全く思いつか浮かばないんですよね。
なので、ちょっとその勝敗予想の根拠的なものがないかなと思います。まあ、ジュースとモクスリーに関しては、まあ、モクスリーが勝つのはほぼ規定路線なのかなという感じはしますけど。なので、皆さんのね、この3試合の予想、まあ、ぜひ、聞かせていただきたいなというふうに思いますので、ぜひコメント欄に書いていただければというふうに思います。はい。で、明日はですね、ちょっと、前もちょっと言ったんですけど、この後ですね、僕ちょっとプライベート的な部分とか、お仕事関係とか、の休みのタイミングとか、もろもろありまして、多分ね、もう次の動画収録できるのがですね、12日とかになっちゃうんですよ。はい。なので、ちょっとドミニオンの振り返りやるのもその辺とかになってきそうなので、ドミニオンの勝敗予想ね、今発表されてるカードだけなんですけど、そのドミニオンの勝敗予想、この辺は次の動画でやってみたいと思いますので、ぜひチャンネル登録、高評価してお待ちいただければというふうに思います。はい。皆さんのね、勝敗予想をぜひお聞かせいただければというところでございます。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。アスタルエゴ。アディオス。